はい、どうもレトロゲーム大好き阿部ちでーす。まあもうご存知の方もおられるかもしれないんですけども、えっ、ー、とカプコンのねえっ、ー、と名作アーケードゲームが、えー、遊べるという、えー、カプコンアーケードスタジアムが、えー、発表になりました。で、これあのどういったものかというと、えっ、ー、とスイッチ今のところスイッチのみ対応なんですけども、えっ、ー、カプコンの名作アーケードゲームが、えー、全部で32タイトル遊べるというものになっています。 で今のところ発売予定が2021年2月ということになっています。で、まあラインナップの方を早速見ていきたいんですけども、はい、えー、こちらになります。ちょっと順番にさっと見ていきます。まずこちらバルガス、ヒゲマル1942、戦場の狼、魔界村、ムラ、セクション Z、戦いのバンカー、アレスの翼。 バイオニックコマンド1943ミッドウェイ海戦フォゴットンワールドダイマカイムラストライダー飛竜天地を食らうファイナルファイト1941カウンターアタック戦場の狼将2チキチキボーイズ US ネイビーストリートファイター2キャプテンコマンドバース 天地クラウ2ストリートファイター2ダッシュターボス,スーパーストリートファイター 2X パワードギアサイバーボッツ19ペケペケであやってるんですかねバトルサーキットギガウィング1944プロギアの嵐以上になってます。 と、まあ、ということでね結構充実した内容というか、まあ、あのこの一番最後のね「プロギアの嵐」っていうのがなかなかあのレアなゲームみたいなので一番あの、まあ、カプコンのファンからするとあの目玉の、えー、ゲームになるかなと思うんですけども、まあ、1942シリーズがとにかく充実しているというところで、まあ、結構シューティングがねあのしっかり入ってるのとあとはあの。 まあ、あの天地を食らうみたいな,あんなアクションとかあのベルスクみたいなものとかあのストリートファイター2シリーズの、えー、格闘ゲームとかしっかりね抑えられてるというところでなかなかね、えー、と特にあのアストロシティミニね、えー、もう僕はもうそこにこだわってしまいますけどもアストロシティミニの中で、まあ、格闘ゲームが、えー、がっつり。 あのできるものののが結構少ななかかったのでで、まあ、そこをすすするとといいいいう意味もご思まね値が湧くばアストロシティミニの,あのアーケードスティックがスイッチでもちゃんと動けばあのこれはこれであのちゃんとした保管になってあの問題なしかなっていう気はするんですけどそこはねどうなるのかなというとこですね。でこちらはですねあのこのゲームができるっていうだけじゃなくて便利機能が搭載されてるんですよね。 えまずあのどんな時でもすぐにリトライということでえこれ巻き戻し機能があるんですよなのであのまあどっかでミスってちょっとその前からやり直したみたいなことが簡単にできるということですね。それから腕前に合わせて楽しもうということでえこれ難易度調整がねちゃんと入ってるみたいなんですよねだからあのーまあイージーモードとかあのそういうノーマルとかハードとかそういった形で選べるみたいです。まあ、これもななかなか嬉しいですね やっぱアーケードのゲームはなんだかんだ言って結構ね辛いゲい家も多いですからねそれから、えー、これはまあ定番ですけどもいつでもどこでもセーブロードということですね、まあ、これができるのであのなんとかあのセーブとかロードとか繰り返しながら最後までクリアするということも夢じゃないということですねそれからゲームセンターの雰囲気が味わえるということで、えー、とアーケード筐体の、えーまあ、画面の,あのフィルターとかですねあと背景設定とかができますということですね 今あの出てますこんな形で、あのーまあ、ゲームのこの筐体で、えー、画面を見た時の再現とかこういうのもやってますね。この辺はちょっとなんか M2 さんっぽい仕掛けが入ってるなという感じがします。まあ、M2 さんの名前がねどっかにあるのかなと思ってちょっと見たんですけど特にはなさそうでした。それから「世界のライバルと競う」ということで「スコアアタック」「タイムアタック」ですね。えー、とこれが、えー、できるということで。 まあ、あの通信で自分のスコアとかそういうのを、えー、公開することができるということですね、えー、ちなみにこの、えー、格闘ゲームのオンライン対戦とかそういうのができるのかどうかはちょっとここではわからない感じですねできそうな気もするんですけどねこれあのできたらやっぱり一番いいですよねでこちらの販売方法なんですけどもえー まあ商品の構成は3種類の10本パック全種をまとめた30本パックそして単品売りの貝村があるというふうに書いてあるんですけども要はこの1個ずつ買うんじゃなくて基本的には10本単位それかもしくは全部の30本単位ということになります。で30本パッックにはセット購入特典として魔界村がついてきますということで貝村はあの特典としてついてくるというイメージになります。 まあ10本パックこんな感じですね。えー、とバルガスヒゲマル1942戦場の狼、セクション Z 戦いのバンカーアレスの翼バイオニックコマンドフォーゴットワールド大魔界村ここまでが1つの10本パックになります。でもう1つがストライダーヒ飛竜天地を食らうファイナルファイト1941戦場の狼2チキチキボーイズ US ネイビーストリートファイター2キャプテンコマンドバースということですね。でえー、と3つ目のパックが、 えー、天地を食らう2、ストリートファイター2ダッシュターボ、ストリートファイター 2X、えー、スーパーストリートファイター 2X、パワードギア、えー、サイバーボッツ19、えー、ペケペケですかねバトルサーキット、ギガウィング、1944、プロギアの嵐という形になりますまあこれね、あのそれぞれ欲しいものがばらけてる場合はもうあのセットで買えばまあ買い村もついてきますよということなんですけども こちらの、えー、とアーケーケドキャビネット値段の方がねまだちょっと発表になってないんですけども、まあ、どれぐらいでで出るんでしょうねこれ30本パックでまあ1万円以内ぐらいだったらかなりお得なんですかね。まあアストロシティミニがあの筐体付きで、えー、1万4800円ってことを考えると、まあ、やっぱ1万円以内ぐらいですかね本数的なものも考えると。 えー、だとまあまあ,あのお得に遊べるかなという感じですかね。えー、とちなみにですね少し前にあのこんなものが発表されたのをご存知でしょうか、えー、カプコンミニアーケードマシンレトロステーションということで一応これ海外から発売なんですかねこんなあのカプコンってね、えー、とロゴが入った、まあ、要はあのアストロシティミニのようなこう液晶と、えー、ちゃんと操作の,あのキャビネットですね えとこれが付いたものがあの販売されてて、えーまあ、見ていくとこんな感じの外観なんですよね。でゲームの方があのここに書いてるんですけども「えー、とメガマン」シリーズということで、まあ、ロックマンが入ってるんですよ。これが 1, 2, 3, 4, 本ですねそれからス「ストリートファイター」シリーズということでストリートファイターのシリーズが全部で5本入ってて計10本入ってます。 これの家庭用ゲームと、えー、アーケードのゲームがこう一緒になって入ってるという何か不思議な組み合わせなんですけどもあのこちらの方がですね一応なんかあの Amazon で、えー、ちょっとこう値段とかですねリークになってたみたいでそれによると、えー、約2万円弱ぐらいですかね、えー、の値段があの発表されてたみたいです。これあの一応ですねあの なんか HDMI 端子とかもついてるんでモニターとかにも接続はできるみたいなんですけどもまあ、今ちょっと謎になってるのが「ストリートファイター2」とかの対戦型のゲームで、えー、対戦で2人でプレイできるのかというところなんですよね。そのコントローラーラがが外部でで接続できるようなな端子が特に見当たらないというふうな記事も見かけたので、まあ、それができないとなると非常に微妙なんですけどもまあその中でこれねあの こういういミ,ミニ型のキャビネット付きとはいえ,え10本のソフトで2万円弱ってあの非常に <laughs> 微妙ですよねあの。ネオジオミニとかねアストロシティミニとかと比較した時にちょっとこれは非常に微妙だなとは思うんですけども、まあ、その中で先ほどねあのねアーケードスタジアムの発表があったので、まあ、あれであればあのやりたいゲームがあのたくさん出て嬉しいという方はあのおられると思うんですけど、まあ、非常に <laughs> この。 えー、商品は微妙ななな立ち位置になったなという感じがします、えー、それから、えー、今回のアーケルスタジアムと、えー、同時発表になった、えー、こちらですね「帰ってきた貝、まあ、村」ということで、えー、あの伝説のアクションゲーム「貝、まあ、村」シリーズの最新作ということで2021年2月25日、えー、配信と、えー、予定というふうになってますこれはなんかあのダウンロード、えー、専用のソフトみたいですねさっきの,のアーケルスタジアムもそうなんですけども まああの最新作とは、えー、言ってもどちらかというとこの画面をね見る限りは、えー、今までのま海村の、えー、なんかリメイク的な位置づけになるんかなという感じがします。えっ、ー、とモチーフと体験はそのままにその全てを一新と書いてますけども。 あの魔界村の、えー、初代で見えられたあの一角獣ですねがこんなこうでかいキャラになってこの画面の奥からこう襲ってくるみたいなね、えー、感じの画面が出てますけども、まあ、さっきあのちらっと画面でも見えたあの大魔界村のね、えー、一面のボスなんかもすごいでかくなって登場してますけども、まあ、こんな形の、まあ、リメイクになるのかなというイメージです。まあ、あの魔界村ファンにはは、ね、たまらないといとううかこれはもう必須の ゲームにななるのかなという感じはします、まあ、ゲームモードというのも用意されてて、えー、伝説の騎士孤高、えー、の騎士若き騎士見習い騎士ということで、えー、この騎士を選ぶことによってゲームの難しさもあのいろいろあの選べるということで、まあ、この辺はねあの昔のゲームはもうただただ難しかったのがあのもうちょっと遊びやすくは調整してくれてるみたいですね。 でまあ、価格の方は、えー、3627円、えー、デジタル版のみというふうになってますけど、まあ、あの非常に買いやすい、えー、形になってますこれも対応ハードがニンテンドースイッチということですねなのでまあニンテンドースイッチを持ってると結構やっぱりねレトロゲームを遊ぶにはあのすごくいいハードなのかなという感じはします はいといととうことでカプコンアーケードスタジアム、えー、紹介していきましたけどもこれはちょっとレトロゲームファンは抑えておきたいものになるかなという感じになります僕はもう先ほども言いましたけども、えー、アストロシティミニのあのアーケードスティックがスイッチでも動けばあの本当に最高だなと、えー、最高のレトロゲームを遊べる、えー、レトロアーケードゲームを遊べる環境が作れるのになというふうに思うところですもももう何回も言ってますけどもコロンバスサークルさん い多んアーストロシティミニがね、えー、出てきたらあの解析をすごい始めるんかなという感じはしますけども是非是非よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アベチでしたババイバーイ